パトカーの中って案外快適なもんだな。今日の動画は24時間警察生活だからね。こんな楽な24時間生活でいいのかな。あ、じゃあ次のミッションは、1時間ダラダラし続ける。いいね。こら、君たちは今日からポケルン警察署の警察官だろ。うん、先輩、警察24時間生活はそんな甘くないぞ。来なさい。はい、ポケルン警察署了解。ポケモンを盗む事件が発生だ。直ちに現場に直行せよ。はい。どこにいるんだ犯人。絶対に捕まえてやる。あれ見て。ん、いたぞ犯人だ。捕まえよう警察官。そう簡単に捕まるか。逃げた。待て、あいつ早すぎる。どうだ、この俺様の足の速さには誰も追いつきゃしないぜ。何か手段は。パトカーだ。あれ開かない。鍵がないから動かせないよ。あ、無線だ。お前たちはパトカーでダラダラしたからな。パトカーが鍵を隠してやったぞ。乗りたければ鍵を見つけるんだな。くそー、こうなったらパトカーの鍵を見つけて犯人を捕まえよう。さあ鍵を探さないと。よし探そう。これ怪しい。なんだこれ。怪しい。怪しい物を発見した。怪しい物を発見した。これは多分王さんの財布だ。なんだって。なんだって。怪しい。怪しすぎる。怪しすぎる。何してよ。いや、これはでも置いちゃったんで。そう、収穫物なんで。違う違う違う。俺の本名が入って。あー、猫やろ。猫やろ。猫の顔しないで。あ、見て。え、トキちゃん事務局長。あ、事務局長じゃねえ。事務局長。もうちょいこっち見て。あ、ほら、あ、鍵だ。鍵だ。見つけた。パトカー乗るぞ。あ、いたぞ。乗り込め。発進。パトカーだぞ。それはさすがに追いつかれる。ポケモン盗みの容疑で逮捕だ。そんな。あるね。三人ともよくやってくれた。はい。あ、でもパトカーの鍵は最初から渡してもらわないと。ダラダラしていた罰だ。ふむ、了解した。牢屋から囚人が脱走したそうだ。なんだって。脱走した囚人はやると思ってたけどな。カットされすぎ犯。ロケ撮影中に居眠り犯。筋肉大好きすぎる犯。以上だ。全員見つけて逮捕してくれ。了解です。出動だ。捕まえます。いつもいっぱい応援してくれてありがとうございます。ガチャーン、みんなこと逮捕しました。いや、まさかこんなところだって。ここ警察署だからさ、怪しい人が隠れてるはずないよね。まさかそんな、まさかそんな怪しい人が。なんか下、床とかに隠れてるかもしれないから、こうやって見てみよう。いるかな。あー、なんか床にはいなさそうだな。あっち探してみるか。 KTG 局長候補トキちゃんです。何するんだっけ。犯人を捕まえるの。犯人を捕まえるんだ。犯人を捕まえると言ったら美容。危ない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 。この手錠使いました。バカしろ。バカだー。バレやつ。あ、おはよう。逮捕。僕トロフィーです。え、本当だ、トロフィーいっぱいある。じゃあトロフィーである証拠としてトロフィーギャグ見せてよ。トロフィーギャグ、トロフィーギャグやります。トロフィー、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 グレンフィー。面白。あー、グレンフィー、いたずらロックってことは11時14分逮捕。痛い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 。引っ張んないで。あれ、偉い人が座れるやつ。了解だ。出動せろ。ティグ捕まえてこい。はい。あ、やった。これでサボれるな。え、捕まえて捕まえて。あ、しかも痛い今。なんかすごい動きしてる。誰だっけな。俺。あ、これマー君もしかして。あ、僕あ、マー君
かトミー、ハムくん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 、おいおいおい、まだ捕まる流れだろ。ぶつかってきたよ、なんかちょっと弁明しようか、ほら、ちゃんとやってくれたね、使えこれ、マジで。はい、まず使いますやんねお前、やだねえ、仲良しじゃん、しかもなんでこっちの手にしたじゃあ、こうやって、こうしたら言ったよ。これを捕まえてみろ。全然これが入らないじゃないか。捕まえてみろ。ピンピンピン、やばい、そのまま逃げ切ってやる。強すぎる。この中から筋肉と筋肉をぶつけるんだ。ああ、なんだこれ、何すんだ。これも悪いから。違う違う、そういうことじゃない。腕相撲で勝負だ。腕相撲、さっきここにあった置物なくなってる。捕まえていこう。ちょっと待った、ストップ、ストップ、ストップ。なんだ、ただ、さ、パンチしたいだけだったよね。やばい、手錠使っちゃったから手錠ないけど、逮捕。いや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 、ちょちょ、あれ待って、逮捕されてる。いや、ちょっと外れちゃったからそのまま逃げてきた。あ、そうなんだ。あ、やばい、これやばいな。どうしようか。あ、あそこがいいや。なんかさ、もうこっちもギュウギュウになってて今痛いんだった、すごい。バイバイ。あー、ちょっと待って、俺を孤独にするな。俺を孤独にするんじゃないって、リーク。負けねえ。これで負けた方は絶対に逮捕。なんか大変だな。実は。やり？ゴー！おい！え、そうだ。これワンちゃん、ワンちゃん頑張れ。いやはい、ということでタックンのカメラの音声がなんと壊れていたため、王さんが実況させていただきます。っていうか、またお前野球やめろやん。タックンはこうやって急に走り始めることによってカメラマンをバテさせるっていうクソ迷惑ないたずらしてきます。毎回こいつ撮影の序盤に走ってるけどさ、ほらもうバテてるやん。お前がバテてどうすんねん。おっと、ここで筋肉大好きすぎる班を発見。あー、びっくりした。なぜか僕はただ自分の筋肉を鏡で見てただけですよ。ただ筋トレしてただけだって。あー、お前筋肉大好きすぎなんだろ。あー、バレた。逮捕、筋肉大好きすぎる班逮捕。ってなんやねんこの顔。たっくんこのポーズ好きやな。ほら乗り込め。あー、筋肉、はい、筋肉は牢屋の中で。おいで。ギャグは牢屋の中で。3番目だぞ。どうする？ラーメン。一生出てこれや。はい、わかりました。ただいま戻りました。犯人の逮捕、ご苦労だった。さて、新しい仕事だ。次から次へと。警察って大変なんだな。お絵かきが素敵な3人だからこそお願いしたい。犯人は誰だ。お絵かきだ。1個目、木の実を盗み食いした。盗み食い。2個目、食いしん坊でよく眠る。うわ、食いしん坊でよく眠る。木の実。3、大きいポケモン。大きいポケモン。あ、なるほど。木の実盗み食い。忘れたらやめて。忘れたんだ。みんなも分かったかな、これ。じゃあせーので見せよう。うん、せーの。カビゴンだろう。カビゴン。カビゴンか、うん、そうかもな。お、特徴1、ただでさえ寒い冬をさらに寒くした。どういうこと。寒くした。どういうことだ。特徴2、 EV が特徴。 EV で寒くした。3、ギャグが大好き。あ、もうこれが答え言ってますね。もう知らないや。いや、もうこれが答えです。これがこういうことね、要は。こういうことでしょうね。ん、まあ、でも確かにな、この人のせいで冬が寒いって感じたことはあるかもな。冬だけじゃないけど。せーの、はい、王さんだろ。王さんだろ。うん、あれ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って。寒いギャグと言ったらヤドキングが一緒ですよ。ヤドキングだ。そうだ、寒いギャグ。え、これ何の、何のポーズこれ。これ靴のベロや。この方
画像、はい、載っけてください。これです。多分王さんだと思います。さすがだ。やだ。ありがとう。お前たち3人のおかげで犯人が特定できそうだ。それはよかった。はい。なんだって？それは大変だ。了解。お前たち最後の大仕事だ。最後の大仕事。脱獄犯がポケモンたちを大量に隠した。脱獄犯に見つからずにポケモンたちを救出せよ。了解。引き戸さん、カメラ回してもらっていい？引き戸さんじゃないよ。え、こっちが引き戸さんです。え、どっちどっちどっち。グルッチやったら結構難しかった。この子は引き戸さんじゃなくてヒマだって。パワーパワー。あ、この子はフーディー。 あ、やばい、失礼します。はい。なんだ。脱獄犯がね、この辺に潜んでるっていうこと。君脱獄犯ならどう考えるの。違いますよ、これは脱獄犯に扮して脱獄犯を探しているのであります。あー、なるほどね、スパイってことか、はい、そういえばちょっと脱獄犯に関してあるんですね。はい、これが脱獄犯だ。騙されたな。正解、今日の委託脱獄犯に選ぶ。外に連れてってやる。やり直しになっちゃった。よし、ポケモン救出するぞ。あ、波動砲が。あ、やばい、なんかあれ、これはハクリューでしょうか。あ、どっちだろう、これ。この動きは絶対にハクリューっぽいから、ハクリュー。正解はベトベトだ。外にずっと。あんなのずるいじゃないか、後出しじゃないか。大きい救急車がある。救出、やったー。ハピナスとバトフリー。お、どいてくれた。ありがとう。なんで？もしやお前ロケットなんだな。ロケットなんだ。ごめん。あー、わあ、やばい、奥に行ってた。はい、再び王さん実況です。お前今度は何の絵描いて。これトニーじゃねえだろうな。おいおいおい、またこいつ走り始めやがった。今俺カメラマンやってるんですけどね、これ何回同じくだりやるん。いかいにせい。はい、捕まえた。許せない、この笑顔。また走り出そうとした先になんとトニーが。あー、捕まっちゃった。ごめん、全く何言ってるかわからん。ポケモンを救出させろ。お前の力の中ではポケモンを救出することなどできるわ。お前の力の中では捕まえるぞ。今まあロケット団に捕まえられる。クロージル。不思議そう。ぬれろ。ふしふし不思議なたっくんです。不思議そうバージョン。不思議そうバージョンです。いや、今待機中、待機中。待機中。不思議そうから進化して不思議魔導を見つけた。やばい、音がしたな。あばねー、なんか音がした。厳しい。やばい。待ち待ち。近い近い近い。そうだな、ドーナツ30個で頼むよ。食いすぎ。来ないな今頼んで。まだ来ないって。そんなすぐ来ない。あ、やばい、やつぶした。やる。いやー、あ、来た。やばー。しょうがないな。じゃ何か面白いことしたら見逃してやろう。え、マー君が？俺からはね。どういうこと？俺が見逃し。マー君が面白いことしたら見逃してくれるんだ。よし。見せて。捕まえるぞ、マジで。いいのか。見せて。ルンゲル。はい、やった。もう無理だ。もうダメだぞ、そんな。なんだ、面白くなかったんだ。言うな言うな。ちょっと面白かった。ほら、そういうこと。ちょっとだけね。カチとピー君ここに座って、やっぱ休憩も大事だからね。落ち着いて正面でも見て。あー、いるか、救出。ね、もう一匹なんと実はいるんですよ、ここの子以外に。みんな見つけられたから。ディ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 です。正解はここ。パラセクトがいました。パラセクト救出しました。そういえばロケット団に捕まってベトベトンとハクリュー。キックに問題です。これは何のポケモンでしょう。ベトベトン。正解はハクリューでした。トニーのところカットして、全部私が考えたことにします。あ、なんかやってる。ベベ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 。印刷されて2体出てきたぞ。やったー。ちょっとさ、このポケモンとこのポケモンどっちでしょう、クイ
ズ、どっちでしょう。え、これは間違いなくタラスだ。正解はカンクリューでした。これは犯罪だろ。これ俺のハクリューかのどっちでしょうクイズパクられてるやん。逮捕です。なんでよ。これもうなんでよ。あの警察が悪いことしちゃダメ。あ、こんなところに一発いた。あ、じゃあマルちゃんもいたよ。くだ、こまりや。無事にポケモン救出できたぞ。やった。あれ、待てよ、どうした母ちゃん。そもそも脱獄犯がポケモンを盗んだってことは、ポケモンを救出する前に脱獄犯を捕まえた方が良かったんじゃないの。へぇ、バカだおめぇ。バドチバドチ。あ、逃げようとしてる。追いかけよう。待てぇ、待てぇ。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったので、ニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。